カウテレビでお届けします、社長室101。今回は東京都港区に来ております。今日お尋ねしている企業はある総合建設企業です。会社名を飛島建設株式会社とおっしゃいまして、同社は2020年で、創業137年目を迎えられる、老舗企業です。プロジェクトとしても、青函トンネルや羽田空港、そして東京湾アクアラインといったですね、数多くの、著名なプロジェクトに、携わっていらっしゃいます。今回はそちらの、12代目の則京社長に、同社の強さの秘密、そして新しい事業の展開について詳しくお話をお伺いしていきたいと思います。それでは紹介します。則京社長です。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。社長、まず事業の概要から教えていただけないでしょうか。はい、飛島建設は、1883年に創業して、137年になろうとしてるんですけれども、事業としては、大きく2つに分かれます。土木事業と建築事業。建築事業というのは今ここにおりますようなオフィスビルを建てたり、病院を建てたりですね、建物を中心に作っていると考えていただいたらいいですし、土木事業は道路であったりトンネルであったり橋であったり、そういう普段のですね、インフラについてこうものを作っていくと、この大きな2つの事業が中心になっている。それが飛島の事業の中身です。もう建設、その設計からもう企画だったりとか、もう最後の、建設の部分まで一貫してやれるっていうところですよね。そうですね。建築の部分はですね、主に設計から施工までなんですけれども、その前の段階ではそういう得意な会社があるんで、そういう会社とパートナーシップを結ぶとか、最後の部分もパートナーシップを結びながらワンストップで全部できるような形態をとってます。で、土木の方は公共事業ですから、ほとんど設計とかですね、そういうのはお役所さんの方でやりますので、その後詳細を詰めたり中身を見直したりしながら、お客様のニーズに応えるというようなことで、土木の方は進んでおります。今売上でいうと1231億円っていうのが2018年時点ですかね、の売上としてありますけれども、その事業の売上の比率でいうとどういった状況になってるんでしょうか。はい、飛島はですね、よそのゼネコンさんと違って土木が6で建築が4と、そういうふうな割合になっております。おそらく他のゼネコンさんは建築の方が7から8で、土木は2から3というようなところになっております。ちょっと土木に偏ったような会社ですね。でも土木の方でそのやっぱり案件が舞い込んでくるというか、それはこう歴史だったりとか信頼からこう勝ち取っている部分なのかなって感じるんですけれども。それならいいんですけど、公共工事ですから、ひょっとしたらその時代によっては公共工事が一気に少なくなったりした時にですね、そういう波にさらされたりして、苦しい部分もありましたけれども、昔からですね、飛島土木っていうふうに名乗っておりましたので、そういうふうな長い歴史の中で、古くから付き合っているお客様も多いですし、それがまだ TOTO としてつながっているというふうに考えております。もう2020年で137年目を迎えられるということで、これまでの歴史でいうと数々の著名なプロジェクトに関わってきていらっしゃると聞きました。ちょっと例えばどういうプロジェクトがあったのかっていうのをご紹介いただけないでしょうか。そうですね、古くで言えば青函トンネルであったりですね、今走ってます新幹線の、に関わっておりますし、で東京湾のですね、横断道もシールド、大きなシールドマシンで、掘りましたし、そういう意味ではもういろんな本市架橋であったりですね、ダムもたくさん150個以上も作っておりますし、いろんなプロジェクトを携わらせていただいておりますし、今も中央新幹線リニアですね、そういう工事も手掛けております。あとそのプロジェクトでいうと、どういったプロジェクトが他にあったりするんですか。そうですね、あとは羽田空港ですね。羽田空港はもう埋め立ての時点から関わらせていただきましたし、当時は福井に本社があったんですけれども、東京進出の、きっかけにもなっているということであります。はい、もう日本各地の、そうですね、建設に携わっていらっしゃると、あともう支店の方も11支店で、営業所も日本全国、そうです、北から南まで、
まあ、日本だけじゃなくて国際から海外の方もありますので、まあ、そういう意味では、世界中と、まあ、世界中といっても大都市には行ってないんですけどね、やっぱり世界中どこでも仕事ができるような体制をとっております。